どうも、ゴルフの三津谷です。いつもありがとうございます。今回はドライバーで起き上がってると言われた方、それによってうまく当たってないんじゃないのと少し不安に思っている方、そんな方にこの動画を届けていきたいと思います。私三津谷は4000名の方が海洋スクールで普段レッスンさせていただいています。本当に皆さん感謝してます。そして動画を見てくれている皆さん、本当にありがとうございます。もしわからないことがあれば質問等コメントしていただけると嬉しいです。それでは早速いきたいと思います。起き上がってると言われて、それがなんかそれがミスの原因なんじゃないかと思っている方、それはどういうことなのか少し細かく解説して、そしてどうすれば理想のスイングに向かっていくのか、練習方法も皆さんにお届けしていきたいと思います。まずこの起き上がってるを、少し細かく理解する必要があります。2つあります。それはバックスイングのトップで起き上がるというのと、フィニッシュで起き上がるというこの2つですね。そして問題となってくるのはどちらかということですが、それはバックスイングの方です。例えばフィニッシュにおいては体は少し起き上がるのが正解なんですね。ですから起き上がらないでこんな感じの意識でやってる方がいるんですが、これはただ深く前傾しすぎて斜めになってしまって最後まで振り切れてないということになってるんですね。ですから最後のフィニッシュは起き上がるのが正解です。ですから打った後に最後左足の上に乗ってくる、これが正解の形です。ですからフィニッシュでちょっと起き上がってるねというふうに言われた方はまず心配しなくて大丈夫です。じゃあ問題となってくるのは、問題といってもそれは自分のスイングをより良くしていただければいいんですね。何が悪いとかそういうことではありません。バックスイングのトップの位置で少し体が上半身が前傾が、起きてしまう、そういう形になっている方は、少しこの起きたところからだと上下動が入ってしまいますので、ダブリやトップ、チョロ、いろんなことが起きてしまいます。ですからこのバックスイングの起き上がりはあまり起きない方がスイングとしては安定していくということです。じゃあこの起き上がりはなぜ起きるのかということですが、ポイントは2つあります。1つはまずクラブが上に上がっているんですが、それと自分が同調してしまうということですね。なのでクラブが上がっているので自分はやらなくてもいいんだよというふうに少し意識を変えていただくといいかなと思います。どうしても動きについていってしまう方というのは多くいらっしゃるんですが、そこは自分はやらなくていいよ、クラブがやってくれてるんだな、そんな風に感じていただくと、自分のこの起き上がりというのはなくなっていくと思います。2つ目、それは体の向きが正面にずっと向いてるイメージの方は起き上がりやすいです。ですからここから正面に向いたまま上げようとすると起き上がるので、上半身は下に向いてるんですが、この下に向いてる状態を、右側の下ですね、正面の下を右側の下に変える、こういう意識でバックスイングしてあげると起き上がりがなくなってきます。ですから正面に向いてて右に移動するのではなく、正面に向いてた向きを右側に変える、その際も上半身は少し下を向いているというイメージでバックスイングをしてほしいんですね。ですから構えたところから前傾、そしてバックスイングしても右側に少し前傾しているイメージ、そこでトップの位置を作りスイングをしていっていただければ、トップのスイングでのトップオブスイングで起き上がるということがなくなっていくと思います。じゃあこれどういう練習をすればよいのかということですが、それは肩を回転するドリル、上半身は前傾している状態から前傾を保ったまま肩の回転を入れる、こういう練習が一番効果的です。ですからクラブを肩に担いでボールを打たない段階で体の動きを確認していく、これを繰り返していただくとトップでの起き上がり、そしてそのスイングのズレがなくなっていくと思います。前傾しているというこの感覚は構えているとき、バックスイングしているとき向きが変わるだけで、この前傾の角度は下に向いている、そのイメージを忘れないようにスイングをしていきましょう。ただし最初にも申し上げたように最後のフィニッシュにおいては勢いがすごくつきますので、体が少し起き上がるのが正解だよということですので、特に打った後に
一歩前に出る方、こういう方は最後のフィニッシュで起き上がりが少し逆に足りない場合がありますので、もし言われて注意されて、何か自分は違うんじゃないかと思った方はですね、最後のフィニッシュですね、それは問題ありませんよということですので、ぜひ自信を持って打ってみてください。最後に高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。